ゆっくり飛行機チャンネル。突然だが、ホワイトアウトってどんな意味か知ってるか？あれでしょ？ボクシングで相手を打ち負かすこと、それはノックアウト。実は私、鳥の姿から人間の姿に変化したんだ。それはカミングアウト。ここは関係者以外立ち入り禁止です。それはキープアウト。お弁当をお持ち帰り。それはテイクアウト。ブラックアウト。それはブラックアウト。おいおい、さすがに今回の茶番はひどすぎるぞ。まったく。誰もホワイトアウトの意味を知らないのか。というわけで今回紹介していくのは、ニュージーランド航空901便墜落事故についてだぜ。ニュージーランド航空が事故を起こしたことがあるんだ。ちょっと意外ね。この事故は今までにない、少し変わった場所で起こったんだ。どこで起こったの？それはこの後にお話ししていきたいと思うぜ。今回も前置きはほどほどにして、経過の確認から始めていこう。お願いします。事故が起こったのは1979年11月28日のこと。ニュージーランド航空901便は、ある目的のために運航された特別なフライトだった。特別な目的？それは南極観光ツアーだ。南極ツアー。それは予想していなかったわ。1977年から始まったニュージーランド航空の南極ツアーは当時、というか今も一般人にはあまり縁のない観光ツアーだけあって、大きな話題を呼んでいた。確かに南極ツアーなんて珍しいな。この年は合計4回のツアーが予定され、今回のフライトは最後のツアーだった。901便はニュージーランド北部のオークランド国際空港を離陸し、南極ロストウにある南極観測基地の一つであるマクマード基地を通過。帰路に着くために北上して、ニュージーランド南部のクライストチャーチ国際空港へと向かうフライトだったんだ。南極を空から楽しむことができるなんて、面白そうなツアーだね。このフライトを担当したのは、総飛行時間が1万1000時間以上のベテラン機長だった。対する副操縦士も、8000時間近くの豊富な経験を有するパイロットだった。これだけの飛行経験があるなら両者とも、間違いなく経験の豊富なパイロットだったのね。彼ら2名に加えて航空機関士が交代要員を合わせて2名、交代要員の副操縦士が1名、合計5名の運航乗務員が901便のフライトを担当することになった。そんなにたくさんのパイロットが乗っていたんだね。このツアーの所要時間は11時間程度が予定されていたそうだ。結構長丁場ね。彼ら5名に加えて15名の客室乗務員と、237名の乗客が901便に搭乗していたんだ。このフライトには24名の日本人のほか、世界各国からも搭乗客が集まっていた。世界中から広く注目を集めたツアーだったのね。そんなニュージーランド航空901便の使用機材はみんな大好き DC-10、言わずと知れたマクドネル・ダグラス社が開発した3発機だ。さて、901便は現地時間の午前8時過ぎにオークランド国際空港を出発、フライトプランに従って順調に南下を続けた。この時901便は、グリッド航法と呼ばれる特殊な航法で飛行していた。グリッド航法？南極や北極といった極地周辺では磁気コンパスが使用できなかったため、極点を中心にした網目状のグリッドを置き、この中心を便宜状の北、と定義。さらに特殊なコンパスを使用することで極点周辺でも、正確な方位を知ることができるという航法なんだ。よくわからないけど、南極では通常使用しない特殊な航法で飛行する必要があったということか。なんだかそれすらもフラグに感じるわね。そして901便はやがて南極ロストウ付近に到達、著名な南極探検家による詳しい案内説明が行われる予定だった。だが当時のロストウ上空には雲が立ち込めており、雲底は2000フィート程度だったんだ。あらら、せっかくのツアーなのに雲があるんじゃよく見えないわ。そのため機長は雲を下に抜けるため、高度2000フィートまで降下しようと試みた。事前に管制官からは天候の情報が与えられており、雲の下に抜けたら40マイル以上の視程があると告げられていた。40マイルもの視程があるなら、十分南極の景色を楽しむことができるね。この頃901便は管制官から指示を受ける計器飛行方式ではなく、パイロットが外部を目視して飛行する有視界飛行方式で飛行していたため、管制官に対して北に向かって進路を取り、高度2000フィートまで降下する予定だと告げた。管制官はロストウの北側に向かって飛行するならリスクは小さいと考え、マクマード基地から10マイルの位置に到達したら報告せよとだけ指示を与えていた。901便は降下しながらぐるっと旋回して進路を再び南に取ったが、南に向かって飛行していることは管制官に伝えられていなかった。あらら、でも有視界飛行をしていたのなら報告する義務はなかったのかな。901便は南に進路を取って高度2000フィートへの降下を続けたが、その途中である異常が起こっていた。ある異常？管制官は901便に対して何度も呼びかけていたが、応答が途絶えてしまったのだ。まさかもう事故が起こっていた。いや、この時点ではまだ事故は起こっていなかった。
管制官は何度も901便に対して更新を試みていたが、コックピットでは機長がさらに高度1500フィートまで降下しようと提案。副操縦士もこの意見に賛成し、自動操縦のノブを1500フィートにセット、901便は旋回しながら降下を続け、進路を南に向けて飛行した。そうして低空飛行に入った901便だったが、マクマード基地からの距離を示す DME の電波も受信できずにいた。そういえば、マクマード基地から10マイルの地点で報告せよとの指示を受けていたね。乗員たちは DME の周波数を間違って入れたのではないかと推測、しばらく原因を検討したが、やはり DME 局の電波を捉えられなかった。高度1500フィートに降下している時、航空機関士は、これは良くない状況ですね、と不安を口にした。マクマード基地に近づいていると思った機長は、それじゃあ上昇しよう、と言って上昇に移ろうとした。そして副操縦士に右旋回して上昇しようと告げていた。ちょうどその時、大気接近警報装置の警報音が機長の発言を遮った。視界良好の南極で大気接近警報装置が作動？警報音声は異常に地上が近づいているため、操縦桿を引いて上昇せよと警告していた。一体何が起こったのかしら？機長はエンジン水力を増し、上昇に移ろうとしたが警報が作動してからわずか6秒後、901便はロス島のエレバス山の標高1500フィートの地点で墜落してしまった。ああ。管制官は901便に対して更新を試み続けていたが相変わらず返答はなく、不審に感じた彼はニュージーランド航空の本社に連絡。本来の到着時刻を過ぎてもなお行方がつかめなかったため、夜9時を過ぎてニュージーランド航空は正式に901便が墜落した可能性を認めた。乗客の家族は望みを捨てず無事を祈っていたが日付が変わって少しが経った頃、アメリカ海軍の捜索機がエレバス3の山腹で901便の残骸を発見した。続報を待っていた家族の気持ちを考えると、辛いでしょうね。事故翌日の午前1時15分にニュージーランド航空の責任者が、生存者の見込みは絶望的だとのコメントを発表した。翌日の朝には3名の登山家がヘリコプターから事故現場に降り立ったが、乗員乗客全員が犠牲となったことが確認された。やっぱり事故から時間が経っていて、南極の気候も考慮すると厳しいよね。遺体や残骸の回収を目的として、オーバージュー作戦が決行されたが、南極の厳しい地形や気候が捜索を阻んだ。結局作戦が完了したのは、事故が起こって約10日後の12月10日のことだった。事故現場から50メートルほど離れたところにテントを設営し、25人の捜索チームが12時間交代で作業に当たったそうだ。南極という過酷な場所で10日以上にも及ぶ捜索活動、大変なんて言葉で表すことのできるものではなかったでしょうね。最終的に257名中、213名の身元を特定、44名の身元不明者は後日、西オークランドの墓地に埋葬されたそうだ。身元すらわからないのは胸が痛いね。ニュージーランド航空901便は南極観光のためオークランドを出発、順調に南下しロス島上空に到達した。ロス島上空には雲があったため、乗員たちは高度を落とすことを決定、しばらく低空飛行を続けた後に山肌に衝突することになった今回の事故。なぜ901便はこのような事故を起こしてしまったのか、その原因は動画後半でお話ししていこう。お願いします。捜索隊が決死の思いで回収したフライトデータレコーダーやコックピットボイスレコーダーが大きな手がかりとなり、事故から約半年後には事故調査報告書が公表された。半年で原因が分かったんだ。年単位の時間を要する調査も多いし、なんだか早く感じるよ。報告書の中ではいくつかの要因が指摘されていた。まずは乗員たちの乗務経験についてだ。乗務経験？機長、副操縦士、航空機関士の全員が豊富な経験を有する人物だったのよね。確かに彼らは通常のフライト経験は豊富だったが、航空機関士1名を除いてほとんどが南極飛行の経験がなかったことが分かった。確かに南極飛行なんて、そうそう経験することではないもんね。乗員たちは事故が起こる19日前、事前説明とシミュレーター訓練を受けていた。だがその時使用された資料には、ある間違いがあったんだ。一体どんな間違いが？なんと、マクマード基地周辺にあった無線標識の座標が誤って記載されていたんだ。ふむふむ、それとこの事故とどんな因果関係があったのかしら？誤った座標に基づいて、飛行ルートが実際より西寄りに記載されていたため、本来であればエレバス3上空を飛行するルートだったにもかかわらず、ロス島の西側海上を飛行するかのような、間違ったルートが描かれていたんだ。なるほど。事前にそのルートを見ていた乗員たちは、障害物のない海の上を飛んでいるはずだと思っていたかもしれないね。さらにこの間違いは長らく気づかれずに放置され、今回のフライトの直前に誤りが判明。ルートの修正は901便が出発する直前に行われたが、そのことが乗員たちに一切告げられていなかったこともわかった。
でも飛行ルートがずれているのに、そんな長い間気づかないものかしらね。確かに、南極飛行は何回も行われていたはずだよ。当時南極上空を飛行する場合は有視界飛行が中心で、この場合はルート通り厳密に飛行しているというわけではなかったそうだ。そのため普段の飛行そのものには特段影響を与えなかったことから、間違った座標データがずっと使用され続けていたんだ。座標ルートから逸れることは、当時珍しくなかったんだね。901便も当時有視界飛行を行っていたことから、飛行ルートの誤りそのものが事故の根本的原因だとは言えないまでも、乗員たちが時期の位置を誤認する材料としては十分だったのね。さらに配布された資料にはロス島の地形が描かれていなかったこと、901便に備えられた地図の縮尺が大きく見づらかったことも、地形の把握ができなかった要因だと指摘されている。準備段階から事故の要因が形成されていたということね。そして話は南極飛行中に901便が雲を抜けるため、降下を始めたところまで飛ぶぜ。降下からしばらくして、乗員たちはある作業に追われていた。ある作業？彼らはマクマード基地付近からの距離を示す DME 局の電波を受信できず、その理由は周波数の入力間違いではないかと推測していた。しかも途中で管制官と交信ができなくなるなど、トラブルへの対処に追われていた。このトラブルの原因は何だったの？901便は想定を上回る低高度を飛行していたため、管制センターや DME 局からの電波が山々に遮られていたことが原因だった。だが乗員たちはそのことに気づかずトラブルへの対処に追われるあまり、時期がどの位置を飛行してるのかを把握できなくなってしまった。管制との交信ができなくなっていたため、901便が南に変身した時も、管制官にそのことが告げられなかった。多くの要因が重なって、901便はエレバス山に迷い込んでしまったんだね。本来エレバス山周辺では高度1万6000フィート以上を保つよう規定されていた。でも乗員たちは誤ったルートを飛行していると信じていた。つまり自分たちは凍った海の上を飛行しているはずだと思い込んでいたのよね。山があることを把握していれば、もちろん低高度への降下はしなかっただろうし、その可能性が高いだろうね。その途中には航空機関士が雲の下まで降下することに対して不安を口にしたものの、機長と副操縦士は特に問題視せず、高度1500フィートまで降下してしまった。乗員の不安を受け止めていなかった。つまりクルーリソースマネジメントも不適切だったということだね。さらに低高度まで降下した際、乗員たちは先のトラブル対処に追われており、広報士の資格も持つ機長は、計器に表示された位置情報を十分に確認しなかった。そのため機長、副操縦士ともにエレバス山が近づいていることに気がつかなかった。時期の位置を把握しないまま飛行を続けたのが問題だということね。そして901便の運命を最終的に決定づけたのは、ホワイトアウト、と呼ばれる現象だった。ホワイトアウト？ホワイトアウトとは雪に覆われた地域でよく見られる現象で、辺り一面が雪に覆われると遠近感が失われ、まるで平らな雪原が一面に広がっているかのように錯覚する現象のことだ。この写真はホワイトアウトが発生した時の写真だが、確かに高低差や水平線、遠近感がとてもつかみにくいことがよくわかるだろう。この現象は何も霧や悪天候下で起こるだけではなく、視界自体は明瞭であってもホワイトアウトが発生する場合があった。確かに低高度では40キロ以上の視程だったのに、目の前の山に気づけなかったのは、このホワイトアウトが起こっていた可能性が高いように思うわね。迫り来る山腹に気づかず901便はそのまま衝突、直前には警報音が鳴り響いたものの時すでに遅しだった。なお余談だがこの事故の原因はパイロットのヒューマンエラーだったのか、ニュージーランド航空の過失によるものかという点で広く議論を呼んだ。確かに責任の所在については、議論を呼ぶところかもしれないわね。マホンレポートと称される独自の調査結果では、機長は誤った資料に基づいて準備を行っていたことなどを明らかにし、今回の事故原因は個人の問題ではなく、組織的な問題だと主張した。座標データの修正は、フライトの直前に、パイロットに知らせることなく行われていたんだよね。組織への不信感が高まるのは当然の流れよね。しかし裁判の結果、マホン判事の主張は退けられたが、組織的問題を指摘したマホンレポートは高い評価を受けているのも事実だ。この事故は組織の問題にまで切り込んだ、ある意味事故調査の転換点ともなった事故だったのね。というわけでこれが、ニュージーランド航空901便墜落事故の概要だぜ。やっぱり普段と違う、慣れないことをするときは事前の準備が重要よね。それを痛感しました。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのはオークランド国際空港よ。今回登場した、ニュージーランド北部の国際空港だね。オークランド国際空港へはニュージーランド航空により、成田空港から週1便就航しているそうよ。この空港はニュージーランド航空のハブ空港でもあり、同国で最大の規模を誇る空港なのよ。
ニュージーランド航空の飛行機って、黒を基調とした塗装が特徴的だよな。中には、本当に真っ黒な機体も使用されているよね。ニュージーランドでは黒色がイメージカラーとして定着しており、その理由は同国の先住民、マオリ族のシンボルカラーの一つが黒色だったことに由来するわ。加えて同国のラグビー代表チーム、通称オールブラックスの影響もあって、ニュージーランドでは国を挙げてのブランディングが進められたそうよ。ちなみにニュージーランド航空は、オールブラックスのスポンサーでもあるんだとか。へぇ。そんな理由があって黒色の塗装だったのか。ちょっと話がそれたけど、オークランド国際空港には一本の滑走路があり、長距離国際線の発着にも対応可能な3500メートル以上の長さがあるわ。その滑走路は05ライト、23レフトと呼ばれており、ついの05レフト、23ライトがあるはずなんだけどチャートには記載されていなかったわ。滑走路の建設も検討されたものの工事は保有になっているみたい。どうして主要滑走路にはレフト、ライトの表記が残っているのかしらね。一本しか滑走路が運用されていないのに不思議だね。ニュージーランドは観光地としての注目も高い国だし、一度は訪れてみたいよな。同じ仲間同士、ニュージーランドの国鳥であるキウイを見てみたいよ。というわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。